より小さい日本生命セパ交流戦、日本ハム2の7巨人、14日、エスコンフィールド。巨人の連敗が止まった、エースと合翔正投手、24、が9回試合打2失点の完投で6勝目をマーク。7番 DH でスタメン出場した坂本勇人内野手、3号、が4月25日、中日戦以来の4号先制ソロが決勝だとなった。写真 ヴィーナスと並び笑顔あふれると号。阿部慎之助監督、45、は試合後の会見で開口一番、良かったです。勝つって嬉しいね、と久しぶりに笑った。オーダーは2番増田大、5番萩尾、6番吉川、7番坂本と大幅に動かした。今日はピッチングコーチとバッテリーコーチとヘッドコーチ含めて、相手が嫌かもしれないなっていう打順で行ってみようってことで。 独断で僕が決めたわけじゃない、と説明した。不慣れな打順でも結果を出したベテラン坂本については、今日ちょっとだけアドバイスはしたんだけど、すぐにああやって結果出せる。それをどう継続していくかということが大事だと思います、と称賛すると同時に継続を促した。試合前の全体ミーティングでは、阿部節、でナインを鼓舞した。とにかく、ウブを忘れずにと、自己犠牲だったりとか、 もう一回、みんなで徹底してやろうっていうのは言った。こういう時だからこそっていうのもね、と再確認。さらに、最後は、あとは連敗をみんなで止めて、今日はすすきのにみんなで飲みに行っちゃおう。って、それぐらいかな、と沈みがちなムードを指揮官自らの信号霊で盛り上げた。